い、皆さんおはようございます。スパイクです。墓の木キャンプ場っていうところに来てます。なんかね、朝から警報が鳴っていて、川の水が今からドアムの放流かなんかで増えますで、速攻撤収します。ミラージュランド、こっちか。あれを取りたいからこの道を行きましょうか。はい、と落ちたら田んぼです。さあ、行くぞ。
見てこれ、水とゴミ袋と炭霊までいただきました。嬉しい。至れり尽くせりすぎる。やったね。じゃあキャンプサイト行きますか。草サイトに到着しました。ここを今日のキャンプ地とする。イエイ。さあ設営やっていきますか。失礼しました。これがいいじゃない。これ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 、よいしょ。能登の健康の森キャンプ場っていうところに来てます。ね、明日どうしようかな。能登に連泊してもいいかなと。東北がな、晴れてくんないとな、どうしようもねえからな。ね、昨日はちょっと時間がなかったんでキャンプね、テントもペグ打てないから、もう夜遅くてペグも打たずにもう無理やり立てたよね、音を立てないように、今日はもうフルセット、バイクも格納できるようになってるし、ファイヤーもできてるし、完璧です。バッチリ最高。これだ、キャンプこれだよね。そんな感じでまた皆さん明日お楽しみに。今日はね、クソ狭い私がテンションが爆上がりする真ん中に苔生えてるとかさ、ああいうクソ狭い峠がね、私大好物でございますので、はい、対向車が来たら終わるパターンのやつそんな感じで、国道ね、県道の情報があれば皆さんお待ちしておりますので、ガンガン攻めていきます。よろしくお願いします。スパイキーでした。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また明日飲むよ、この後は。イエーイ。これな、スルメ、これをこうしてな、炙るのよ。ちょっとこうやって炙るだけでめっちゃうまいよ。うまー。これやってみて、炙るだけやで。当たり目買ってきた、炙るだけめっちゃ楽よ。魚が炙ったイカでいいってやつですね、昭和。